宮越グループ宮越精機株式会社国見工場の藤原玲氏からお知らせします。宮越は産業用印刷機械を製造販売する中で印刷全方位カンパニーとして従来の紙にとどまらずシール、ラベルやパッケージなど他のメディアの印刷機械にも事業領域を広げるとともに事業活動を通じた豊かな社会の実現に向け常に挑戦を続けてきました。今回宮越とコラボレーションするヘラルボニーは知的障害のあるアーティストのビジネス機会の創出に取り組んでいます。2000点を超える個性的なアートはラベルやパッケージ、ファッション、インテリアなどさまざまなプロダクトが多くの場所で展開され知的障害のあるアーティストに多くのビジネス機会をもたらしています。この福祉領域におけるビジネスの取り組みの裏ではアート作品をデジタル化する高度な技術や紙や布、フィルムなどさまざまなメディアにアートを印刷する印刷技術が役立っています。私たちはこれを印刷を通じた豊かな社会の実現の一つであると捉え期間限定のコラボレーションモデルをヘラルボニーとともに企画していく予定です。宮越では本取り組みにとどまらず印刷を通じて社会課題の解決に取り組んでいます。この度のアイガス2022では AI 搭載のオフセット認定印刷機を発表する予定です。これは生産効率の向上や使いやすさの追求にとどまるものではありません。従来の印刷機ではオペレーターの高度なノウハウや経験、巧みな技が必要でしたがそれらを AI が支援することで経験の少ない方でも操作しやすい印刷機が実現します。私たちはこのような取り組みが印刷業界の人員不足や今後訪れる少子高齢化などによるさまざまな問題の解決策となることを期待しています。安心で快適な暮らしと新たな成長機会をみんなで作り出していく持続可能で誰も取り残されない社会への挑戦でもあります。宮越が目指す印刷の未来をぜひアイガス2022でご覧ください。